グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。20、21シーズンのリーグアンも全日程を終了し、優勝に輝いたのはリール。最後の最後までパ、サンジェルマン、PSG と首位の座を争ったが、勝ち、点、1差で逃げ切りに成功し、10期ぶり4度目のフラ、ス王者となっている。 今シーズンの欧州さ、和田ゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中。そんな20、21シーズンのリーグワン置いて、得点王に輝いたのは、キリアン・ M ・ム・ペダ。今や世界を代表するストライカーとなった22歳は、31試合で27得点をマーク。これでリーグ、3期連続での得点王獲得となっている。 2位は20点で2人が並ぶ結果に、モナコのウィサム、イエデルとリオンのメンフィス・デパ、だ。ベン・イエデルは、昨季に引き続き2桁独、に到達、デパイも途中加入となった1年名所、バ、フランスの地では、すべてのシーズンでリグ戦2桁得点を記録している。優勝したリー、からは、ブラックユルマズが、トップ10入りを勝つことに、 トルコ代表でもエースを担う男は、ズーン途中に怪我で1ヶ月半ほど戦列を離れ、が、16得点という素晴らしい成績を残し、優勝の動力となっていた。今期のリーグアン得点、キングトップ10を呼び、得点数は、以下の通り。1、キリアン・ムバッペ、パリ・サンジェルマン、27.2、対、ウィサム・ベン・イエデル、モナコ、20.2、対、メンフィス・デパイ。 リオン、20得点4位。イ、ケビン・フォラント、モナコ、16得点4位。タイ、ブック、ユルマズ、リール、16得点4位。タイ、ガエタン、ボルド、モンペリエ、16得点4位。タイ、ルドビク、ジョルク、ストラスブール、16得点8位。アンディ、ロール、モンペリエ、15得点9位。タイ、ボーレーダー、ア、スタッドランス、14得点9位。タイ、カールト、エカンビ、 リオン、14得点9位タイ、テレムも、イ、ロリアン、14得点、両。